政権打倒を掲げるタイの反政府派のデモ隊は、首相府などの政府庁舎に一斉に押しかけ、治安部隊と衝突しました。今、催涙ガスのようなものが入った白い粉が威嚇発射されました。首相府ではデモ隊に対して治安部隊が催涙ガスを発射しました。首都圏警察でもペットボトルを投げ込むデモ隊に対して警察側が催涙ガスで応戦しています。バンコクの当局発表ではこれまでに4人が死亡し57人が怪我をしています。